中野戸町にあるアルプラザ鹿島ではモノマネ芸人ペレ草田さんによるステージが行われました。そして金沢望郷歌などで知られる歌手の松原武さんも透き通った歌声を響かせていました。会場には募金箱が設置され多くの善意が寄せられていました。県内では今日各地の商業施設などで芸人や歌手によるステージイベントが行われました。このうちアルプラザ小松では北陸アイドル部が登場。一方アビオシティ加賀では県内の小中学生で作るアイドルグループジャンピンが歌を披露。立ち見をする人も出るほど会場は賑わっていました。県内では今日各地の商業施設などで芸人や歌手によるステージイベントが行われました。このうち金沢市の和音の湯では共にモノマネタレントの森拓さんと白山市出身の川口浩平さんが持ちネタを披露しました。じゃあ簡単に童謡いきましょう。さっちゃん、さっちゃん、さっちゃん、小さい子は年寄り、みんな一郎だと思う。わしも小さい子だから言おうと思う。行きましょう。さん、はい、数十でいい。癖がすごい。そっくりの声や顔、歌真似に会場は盛り上がりを見せていました。また会場では24時間テレビの募金への協力も呼びかけられ、多くの善意が寄せられました。